ただいまより出雲市と株式会社郵船縁結び共同宣言を行います。それでは、長岡市長から、共同宣言の概要につきまして、ご説明を申し上げます。長岡市長よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。大変お待たせして申し訳ありません。先ほど司会の方からお話しございますように、本日は株式会社郵船の田村社長様をはじめ幹部の皆様方にこの出雲までお越しいただいて本当にありがとうございます。そしてこうした発表ができるということは私どもにとっても大変嬉しい限りでございまして、このご縁を引き続き大切にしてまいりたいと思っております。郵船につきましてまた社長の方からお話があろうかと思いますけれども、皆様よくご存知の音楽配信の企業ということでございますが、実はその音楽配信のみならず飲食店や小売業の店舗開業支援に多くの実績とノウハウをお持ちでございます。そのトータルソリューションサービスを提供していただいているということでございます。また株式会社郵船さんにおかれましては全国147カ所に拠点をお持ちでありまして、約2700名の従業員の方がおられます。全国規模の基盤と広く高い発信力をお持ちの企業だということでございます。出雲市は2014年、経済産業省から産業競争力強化法における創業支援事業計画の認定を受けております。創業者を支援する体制を構築するとともに創業セミナーや創業塾などを開催し、創業者の掘り起こし、また創業機運の醸成など創業しやすい街づくりに努めてまいりました。力を入れてまいりました。今回郵船の店舗開業へのノウハウと全国への発信力をこれをお借りして出雲市としての初の試みとなるビジネスプランコンテストへの支援を含む具体に4事業について叶える出雲人創出プロジェクトと銘打ちまして展開することとしております。この4つの事業について少し説明をさせていただきますと、第1点目は郵船が運営する店舗運営ポータルサイトの叶えると出雲市の産業情報発信サイトの出雲人のこの連携による独自コンテンツの配信や各事業の情報発信を行ってまいります。2点目、郵船に創業塾の塾生や卒業生およびプラン応募者を対象とした店舗開業に特化したミニセミナーと個別相談会をここ出雲で開催を実施していただきます。3点目でございますけれども、郵船からビジネスプランコンテストへの審査員の派遣と副賞の提供をいただきます。4点目でありますが、郵船本社において UIJ ターン社向けの開業セミナーの開催をしていただきます。今年度は以上の4事業を郵船と連携して実施することで出雲市へのビジネスプランの輸入と移住を同時に実現したいと考えております。今年度は郵船と連携して創業開業支援を行っていきますが、今後はさらにその範囲を広げて食のブランド創出や販路拡大、また外国人誘客等々の分野にも連携ができることを望んでいるところでございます。今日出発としてこれからさまざまな展開を一緒に考えてまいりたいと思ってますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは続きまして株式会社郵船田村社長より共同宣言への思いを含めご挨拶をお願いしたいと思います。郵船の田村でございます。今朝は大変お世話になりましてありがとうございます。ただいまですね、長岡市長の方から、ご案内がございました通りですね、
今回、この共同宣言がですね、出せたということをご一緒させていただくということにつきましてはですね、私ども大変嬉しく感じてございます。つきましてはですね、市長をはじめまして、関係者の皆様のですね、これまでのご尽力、本当にありがとう、ありがとうございました。どうも、本当にお世話になったと認識いたしてございます。当社の概要につきましてはですね、先ほど、市長からも少し触れていただきましたですが、1961年のですね、昭和36年に、大阪の、南で、創業をさせていただいております。音楽配信事業をですね、中心といたしておりまして、全国のお客様、また商店街、また地域の皆様にですね、支えていただきまして、約50年という時間をですね、紡いでまいった次第でございます。有線というふうにお聞きされるとですね、やはり音楽配信という、色が、皆さんにとっても想起される部分ではないかなというふうに思うんですが、資金ではですね、いわゆるその業務店のですね、総合サービス企業に転換していくんだということをですね、要望させていただいてございまして、既存のお客様のみならずですね、まさにこの後ですね、開業を目指していらっしゃる方たちに対しましてですね、いわゆるその開業、また創業のですね、サポートをさせていただいていると。今こんな取り組みをですね、全社を挙げてさせていただいている次第でございます。過去にはですね、隆盛を極めましたいわゆるその商店街、ここがですね、いわゆるその店主の高齢化ということもあるでしょうし、また後継者が不足しているということもあるんだと思っておりますが、そのシャッター通り化をですね、全国各地 その商店街がしていく光景をですね、見ている中でですね、何か私たちとしてですね、隆盛としてお役に立てることがないのかということをですね、考えた結果、まさに、その開業、創業、こういったことをサポートすることによってですね、町が、活気づく、そして地域の皆さんに、少しでも喜んでいただける、こういう、循環をですね、当社としては作っていけないかということで、事業展開を、始めた次第で、ございます。ビジネスプランコンテストにつきましては、その全体のパッケージの中の、一つだというふうに認識いたしておりまして、この後ですね、一定のプロセスを得ながらですね、採択されたビジネスにつきましては、この地でですね、しっかりとその事業がですね、スケールしていくように、当社といたしましてもですね、最大限バックアップしてまいりたいというふうに考えております。それとですね、この出雲様との取り組みに関しては、これらの領域にとどまらずですね、今後、いろんな形でですね、連携を模索してまいりたいというふうに思っております。その事業と、いわゆるその官民の連携をどういうふうに作っていくのかということを、ちょっと先般も市長と私どもの本社の方でお話をさせていただいたんですが、例えばというような話になりますが、その出雲大社という、この出雲市においてはですね、強力な観光資源をお持ちだというふうに認識いたしております。ただその中でですね、やはりインバウンドの囲い込みが一つの課題なんだということでお伺いしておるんですが、私たちは優先としまして、いわゆるそのインバウンド関連のソリューションというものを多数持ち合わせておりますので、それらのですね、いわゆるインフラの整備なんかにお役に立てられるのではないかなというふうに思っております。それともう一点が、いわゆるその一次産業の生産者の方たちも大勢いらっしゃるかというふうに思いますが、私ども優先としましても、いわゆるそのこだわりのある食材を、そのこだわりある料理にしてですね、いわゆるその提供していらっしゃる、いわゆるその料理人にですね、フォーカスを当てております、一皿といいます、飲食店のいわゆる媒体をですね、展開の方をさせていただいておるんですが、まさに生産者の方と、その料理人の方の、縁結びになろうかというふうに思いますが、これらをマッチングするサイトをですね、実は来月、7月にですね、リーチストックというサービスになりますが、こちらはローンチする予定ということになってございます。まさに、今後のですね、その出雲市の、食のブランドの創出ということにもなりますでしょうし、またその一次産業に従事されていらっしゃる生産者の方々のですね、いわゆるその全国に向けての販路の拡大ということにもですね、一役変えるのかなというふうに思ってございます。
まあ、ただ先般もお話している中でですね、まあ、一つ一つ、まあ、確実に、まあ、やっていこうということで、確認し合ってございまして、私どもといたしましては、出雲市が抱えていらっしゃるその、まあ、課題に対してですね、まあ、少しでも、貢献できるようにですね、努めてまいりたいというふうに思ってございますので、引き続きご支援賜れればと思ってございます、以上でございます。ありがとうございました。それでは共同宣言の署名に移りたいと思います。撮影される方はですね、前の方にお進みいただいて撮影されて結構でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。出雲市株式会社郵船縁結び共同宣言を発表いたします。出雲市と株式会社郵船は行政民間相互の強みを生かし、共同することによって出雲市町人仕事創生総合戦略に掲げる魅力ある雇用の場と縁をつなぎ人の流れを作り、行ってみたい住んでみたい開業したい町出雲市を共に作り上げていくことをここに宣言します。2017年6月29日出雲市長長岡秀人、株式会社郵船代表取締役社長田村金雄さん。以上で、出雲市株式会社郵船縁結び共同宣言を終了させていただきたいと思います。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。